アーカイブはね、しばらく今日しばらく置いとくから、切り抜きもしてもらっても構わないんで、なんか変なやつじゃなければ、タイトル詐欺と、サムネ詐欺と、内容の全然違う内容のやつをなんかタイトルとサムネにしてなければ全然 OK なんで、OK なんで、OK なんで。ステラステラ、あ、星町といえばなんか今さ5周年でホロライブの5周年でさ、なんか推し診断っていうのがあるじゃないですか。あれってさ、ツイッターの自分のツイート内容からこうリサーチして、なんかミコだとなんかミコチとかさくらミコとかミコピーとか、なんかそういう関連ワードをこうなんかピミミって AI が判断して、なんかあなたに合う VTuber はホロライブメンバーはこの人みたいな感じでやってるんですけどそう、公式のねそのツイートにツイートすると AI がね診断してくれるっていうね、ハイテクなやつをやってるんですけど、なんか大抵ホロメンはなんか自分のことばっかりこうツイートするじゃないですかね、普通ね告知とかで。だからまあミコも自分がねさくらミコが合ってますよみたいな感じで AI に判断されたんだけど、なんかスイちゃんがスイちゃんはなぜかさくらミコをね推しのホロライブメンバー、あなたのおすすめの推しはこちらって出てきてましたね。あれはさすがに笑ってしまったよね。あれは逆になんでなんだろうね。スイちゃん猫のこと別にさツイートしてないじゃん。そんなどっちかというとアクタンのこと好きすぎみたいな感じやん。なんでと思って、謎すぎてねちょっとねびっくりしたねビジネス体でですね、ビジネスをやっていますね。これは AI がビジネスをやっている。これはいやマジで笑っちゃった。あれはでもホロメンもなんかちょこちょこ自分以外のねメンバーをおすすめされている人結構いたね。それで言うと桜風に踊る